こんにちは。フードデリバリーの配達員のおっちゃんです。今日の晩ご飯はシチューと食パンです。美味しいです。おっちゃんね、先月の半ばからですね、メンタル不調で精神科のお医者さんに休職診断書っていうのを書いてもらって、本職の介護は休んでいます。で、おっちゃんが利用した精神科はオンライン診療なんです。WeMeet っていうオンライン診療のサービスを使いました。で、今日もね、オンライン診療の受診日やったんですけど、すごい便利なんですよ。で、最初上司に仕事がね、もうちょっともうメンタルの調子がおかしくて大変なんですって相談して、でいよいよもう無理ですと、そういう相談をもう半年ぐらいやってたんですよ、上司と。で、半年は言い過ぎか、4、5、6、7、でも4、5ヶ月はやってたと思うんですけど、それでいよいよその上司のさらに上の人が来て、管理職の上の管理職の人みたいな人とで面談していただいて、でそういう精神科なり受診して、お医者さんが薬出してくれるんやったら飲んでくださいと、休みが必要やったら休んでくださいって言われまして、でも、その日のうちにですね、その次の日かな、自分のその、かかりつけというかね、よく通ってた内科のクリニックのお医者さんに相談して、で、どっかね、自分で見つけてくれたら紹介状書きますよっていうふうに言ってくださったんですけど、やっぱりすぐに予約が取れる精神科とか心療内科ってなかなかなくて、飛び込みで行ってもね、なかなか見てもらえるもんではないのかなと思ってて、で、オンライン診療について調べてみようと思って、で、WeMeet っていうところのね、オンライン診療のサービスに行き着いたんですけど、これは僕大阪に住んでるんですけどね、大阪府の堺市っていうところに住んでるんですけど、おそらく関東の方の、精神科と、実際の対面の普通の診療とオンライン診療と両方やってるところのようでして、で、オンライン診療は予約していけるんやったら、もうその日のうちにでも予約が取れるような、そういうイメージでした。僕は翌日、最初サイト開いて登録して、翌日のね、初診の予約を取ることができて、で、初診で診察してもらったら、もうその日のうちに、ちゃんと診断してくださって、休職診断書を書いてくださったんですね。で、それもその紙じゃなくて、PDF のデータで送ってくれたんで、それはもう職場に僕もメールに添付して送って、もうその次の日からですね、もうお休みさせてもらうっていう流れになったんですけど、で、今日はその WeMeet の、受診の予約があったんやけど、ちょっと僕子供見とって子供寝かしつけるのに一緒に寝てしまってね、本当やったら5分前にオンライン診療の、サイトを開いとかなあかんかったんですけど、それできなくて5分後にしたんですよ。そしたらこう、待てど暮らせどですね、診療始まらなくて、で、チャット画面とかもあるんですけど、何書いても何も返事なくて、で、ネットで調べて、自分なりにトラブルシューティングしたら、カスタマーサポートの方にメールするってなっててね。で、結構自分の見る限りでは、電話のサポートがしてなくてですね、これも Uber と一緒やなと思って、で、メールしたら、
一応その、なんていうんですか、こう5分以上遅れた場合、5分より遅れた場合はもうキャンセル対応になりますっていうことで、で、キャンセル料を取られて、まあそれも千何百円とかやったんですけど、で、新しく予約取り直そうと思ったんやけどね、でもその日の午後の枠が一つ空いてたんで、あの、担当の先生のね、で、まあ、その担当の先生にですね、あの、その日のですね、あの、まあ、11時の予約を僕はブッチしてしまって、で、まあ、11時ぐらいに見たら、まあ、2時台の最後の枠が空いてたんで、そこで予約取り直して、で、まあ、ほぼ時間通りですね、その3時前に先生とオンラインでつながって、給食診断書の延長分とね、新しいお薬、を出してもらって、お薬もね、3日ぐらいで、お家のポストにね、郵送で届くんで、うん、めちゃめちゃ楽ですね。すごい、僕がお医者さんに行く必要もないし、そういう待合室で何時間待たされるとかっていうこともないし、処方箋持って薬局に行くこともないし、僕はクレジットカードの決済なんで、そういうお金のなんやすることもないし、一回、クレジットカードの情報を登録したら、毎回そういう決済のなんか承認とかしなくても勝手にやってくれるんで、めちゃめちゃ便利でした。うん。そうなんですよね。だからこう、すごい時代になったなっていうふうに、思ってます。で、まあ、僕自身がそういう、こう、相談員とかの仕事をしてて、まあ、利用者さんのね、高齢者の方とか、まあ高齢者の方ですかね、要介護状態の方で、施設利用されてる方であったりね、デイサービス通ってはる方のことで、まあお医者さんとやり取りすることが多少あったりしたんで、まあそういうお医者さんにこう、何をどう伝えたらいいとかっていうその要点もね、僕は分かってるつもりだったんで、まあ初心もすごいもうスムーズで、これこれこういう状況で、ちょっと仕事を、続けられないと思うんですっていうような話をして、で、まあ、給食診断書を出してもらってっていうことでね、うん、めちゃめちゃなんかこう、なんて言うんですかね、こう、スマート。お医者さんの受け答えもすごいスマートで、僕もすごい励まされるし、すごいクリアな気持ちになれたから、いや、良かったです。うん。僕はなんかすごい満足してますね。うん。だからその、なんていうんですか、こう、受付の人とガヤガヤ言いたい人とか、なんかそういう人にはちょっとこう、人が出てきてサポートしてくれへん、どうなってんねんみたいな思う人は向いてないかもしれへんけど、うん。なんかこう、本当にこう、シンプルに必要なことを最低限の時間でやってくれるっていうのはもう本当に、この上なくありがたいサービスやなと思うんで、僕みたいにそういう今フードデリバリーの仕事してたら、やっぱり病院行くにしてもこう時間がね、やっぱり2時間かかるところが15分で済むんやったら、その方が絶対ね、稼働できると思うから、多少そういうオンライン診療にかかるお金がちょっとだけ高くなったとしても、その分1時間半ぐらい余分に稼働できるんやったら絶対そっちの方がいいと思ったんで、うん、僕はなんかそういうオンライン診療っていうのはもっと普及したらいいなと思いました。特にね、精神科の分野で言うとね、本当に仕事しんどくて休みたいと思って上司に相談して、それから精神科探すかってなってたら、また精神科につながるまでね、2週間とか4週間とか待たなあかんし、精神科で見てもらってもそういう診断書書いてもらうのに何日か待たなあかんとか、そういうことがね、あるかもしれないんで、それを思ったらもう翌日とか即日で、済むんで、まあ、その間ね、苦しい思いしなくていいんだったら、すごく人助けになるサービスやなと、思いました。特に僕はその、WeMeet さんのそのプロモーションをしようとかそういうことじゃなくて、まあ、Uber Eats とか出前館とかオルトとかメニューとかっていうところのその
まあ、プラットフォームを利用して仕事してるんやけど、精神科受診もね、そういうオンライン診療っていうところのね、患者さんとお医者さんとその薬局とかね、医療事務の方とか決済のシステムとかいろいろね、結びつける プラットフォームがね、SaaS っていうかな、システムアズアサービスの、分野で、あることで、まあ、すごいね、僕はイノベーションやなと思いましたね。時間がもうすごいこう無駄にしなくていいからむちゃくちゃいいなと思いました。うん、からまあ、介護の分野で言うたら施設に入所している方で精神科かかるかからんとかっていうのですごいどっかで目詰まり起こしてね、スムーズに連携できなかったりすることがあるんですけど、まあ、オンライン診療みたいにね、こう施設にいながら先生とつながることができるんやったらめちゃめちゃねいいかなと、うん、僕は思いましたけどね。うん、まあそんなことでね、まあ精神科にかかるっていうところの、まあ、抵抗感っていうのはある人もあるでしょうしね。まあ、僕みたいにオープンにするっていうことがね、やっぱり許されないというか難しい人もいるでしょうけど、うん、まあまあそれはまあ人は人、自分は自分なんで、やっぱりこうオープンにすることのデメリットっていうのもすごいあるし、まあ、それがもしかしたら僕の家族とかが感じるデメリットになるかもしれへんから、まあ、いらんことしてね嫌われへんようにっていうのは常々気をつけなあかんなと思っててるんですけどね。なんかそうやってこういらんことして嫌われるっていうこと、まあ僕もアホやから結構やらかしてしまう方なんですけど、まあそういうことなかったらね、もし誰かにこうすごいいけずなこととかね、まあ、偏見から差別受けるようなことがあってもね、普段ね誠実に対応してる人がね僕のことを守ってくれたりとかね、そういうことが起きたりするんで、まあ、うん、やっぱりこう精神的なねこうメンタルの不調を抱えるっていうのはその社会的にはやっぱり弱者になるかもしれないんでね、こうただやっぱり弱い人間ってやっぱ頭使ってね戦わなあかんと思うし、敵作らへんためにはやっぱり感情労働というかね、人の気持ちをね逆なでせえへんとか変にこう嫌われへんとかね、まあ、そういうとことかね、自分のファンを作っていくとか助けてくれる人を味方につけるとかね、そういう立ち回りってすごい大事やなと思うんで、まあまあこう何が言いたいかっていうと、そういう、オンライン診療っていうのをね僕は使ってすごい便利やったなって思うのと、まあ、思ったよりもねすぐにこう病院かかって仕事休むことになったんでね、それでやっぱりこう迷惑をかけてるっていう部分は本当にその通りだと思うんで、まあ、職場の方にはね本当に申し訳ない限りでございます。うん、まあ、というわけでですね、今日はオンライン診療でね受診をしましたと。で受診をして最初約束の時間にオンラインの画面にログインしてなかったんで5分遅れただけでキャンセルになってキャンセル料取られたんやけど、まあ、その日のうちに別の枠の予約が取れてね見てもらえたんでもう全然良かったし、まあ受付の人とかとね、なんかその変にやり取りせんとメッセージだけで完結したのもなんかすごい新鮮で良かったですね。電話したいと思って誰か電話出てくれとか思ったけど、まあでも一回そのメッセージでこうやってやればいいんやなっていうのが分かったら、まあこれからはそういうこう、その、めんどくさい気持ちにならんとね、事務的にメールで要点だけ伝えて、キャンセル料ポンと払って、新しい予約したらええんやなというところで、なんかそういう感覚ってなんか結構そのウーバーさんのサポートさんとかと、まあ似てるところがあるんかなと思って、うん、まあ合理的にそのね診療報酬の出るところの
診察とかね、そういうのをじゃんじゃんしてたらいいんかなっていうふうにね、思ってると思うんで、そういうお客さん対応とかしても、病院とかってこう診療報酬以外にお金入ってくるところってあんまりないんですよね。うん、だからそういう医療、そういう病院のね、受付とかそういうところの、患者さん対応とかね、家族さん対応っていうところに、あんまり時間かけへんとか、人が動いたらその時間分ね、お給料かかるからね、そういうところにお金かけへんくて、そういう診療、オンライン診療をね、こう、そういう待ち時間少なくして、どん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 セッティングしていくっていうのはすごい合理的やなと思いましたし、それに慣れてしまったらね、僕もその、例えば精神科の受診するのに半日潰れてしまうとかね、半日潰れてまた後日とか、半日潰れた上にその薬局も並ばなあかんとか、そういうこともないからね、うん、ありがたいですね。うん。まあ、というわけで、僕はそういうの WeMeet っていうオンライン診療の精神科のサービスを利用してめちゃめちゃ満足してますっていう、まあそういう話でした。今日はね、そやね、昼間は、子供が熱出してお家にいたので僕も、家に子供見ててね。で、子供今、家内と家内の実家に送ってきたので、今ちょっと晩ご飯食べて落ち着いたら、夜稼働に出たいと思います。それじゃあ、失礼します。